1984年サイエンスランドゴジラの鳴き声コンテスト発表。はい、いよいよゴジラ鳴き声コンテスト、今夜は賞金10万円の優勝者の発表です。もうワクワクしますね。それでは早速発表いきましょう。はい、サイエンスランドゴジラの鳴き声コンテスト第1位優勝は府中市の小暮隆さんです。これはゴジラの足音です。ゴジラの足音は大変に大げさです。それではゴジラの声をキングギドラとの対戦を通じて研究してみましょう。キングギドラです。キングギドラは3つの頭を持ち、それぞれの頭から光線を吐き出し地球を破壊します。この怪獣を倒すことができるのはゴジラだけです。いやー、これは本当素晴らしいですね。本当によくできてますね。ね、もう本当びっくりしましたが、さて今スタッフがこの電話を小暮君につなぎましたんで、はい、ちょっとその喜びの声を聞いてみましょう。はい、もしもし。もしもし。あ、小暮君ですか。はい、そうです。10万円です。おめでとうございます。優勝です。ありがとうございます。おめでとうございます。やりました。小暮君のこの便箋を見ますと、なんか早稲田大学のですね、はい、便箋を使ってますが、はい、学生さん。そうです。早稲田。そうです。何年生ですか。3年生です。何学部ですか。社会科学部というところです。ああ、もうね、あのテープを今聞きましたけど、本当に凝った作りなんですが、なんかもう我々プロから見てもね、はい、どっかのスタジオを使ったんじゃないかと思ったんですが、どうやって作ったんですか。あの多重録音マシンみたいのがありまして、それを使って、でも全部自分の声でやんないとっていう感じだったん で、そうなんです。何回も撮って、一人でやったんですか。そうです。あの、まあ、電話越しでなんなんですけども、はい、もう一声ちょっとゴジラの鳴き声を今やっていただけますか。はい、はい、お願いいたします。はい、もう最後のところは最高ですね。まあとにかく賞金10万円ですが、はい、何に使います。そうですね、まずゴジラを見に行きましょう。はい。その後、大島にでも行きますか。大島へ。三原山へね。そうですね。本当にどうもおめでとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ということで、優勝いたしました小暮隆史くんの喜びの電話でございました。はい、ということでゴジラの鳴き声コンテスト、本当にたくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。惜しくも入賞を逃してしまった方にはですね、暗闇でピカッと光るかっこいいゴジラバッジを添えてテープをお返しいたします。はい、本当にたくさんありがとうございました。